で、そのままアレンジスティックを横に引っ張ります。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またスカーフアレンジをちょっとやってみました。結構人気で、結構リクエストもいただいたんで、またちょっとやるんですけど、今回はスカーフって基本的にこう綺麗に畳んでからこうアレンジしないとダメみたいなって思われがちかなと思うんですけど、今回のは1回だけ畳んで、しかも表向きに畳んで、それをこうアレンジに付け加えたっていうだけのアレンジになってます。で、巻かないでできるし、本当にこうスタイリング材もこのラップミストだけで、あとスカーフとゴムだけで作るアレンジになってますので、真夏にカジュアルな服装にも合うスカーフアレンジになってます。ぜひ皆さんこの夏やってみてください。それでは動画をどうぞ。リレイのラップミストを使っていきます。全体的につけていきます。ブラシでしっかりとなじませていきます。しっかりとブラシで後ろに向かって溶かして、耳の高さぐらい大体でまとめてゴムで結んでいきます。で、ゴムの部分を持ちながら、ここのトップの部分ですねをわしづかみにするようにボリュームを出していきます。一番このトップの部分が高さが出るように、あと横を少しこうバランスを見ながら少しずつほぐしてあげる。だいたいこの辺りぐらいまでボリュームを出せば、まあ大丈夫かなと思いますので、この辺の部分を、まあ、1,2,3 箇所ぐらいほぐすような感じで少しずつ出してください。アレンジスティックを使っていきます。アレンジスティックをこのゴムの内側ですねに差し込みます。スカーフを使っていきます。そこにスカーフを入れて、でそのままアレンジスティックを横に引っ張ります。スカーフと髪の毛を半分に割って、でそれをロープ状に、右左どちらが前でも大丈夫ですので編んでいきます。結構しっかりめに編んだら、また毛先でゴムを結んでいきます。ここもしっかりめに結んでください。ゴムの部分を押さえながら、まず髪の毛を少し広げていきますね。徐々にあんまりこう引っ張りすぎると短い毛がある方は結構ぴょんぴょん出てきてしまうので、慎重に出してください。次にスカーフを少し、まあここもゴムの部分持ちながら広げていきます。これもちょっと出しすぎると崩れてしまうので、少しずつ広げるような感じでやってください。ここのゴムの部分が見えてしまうとちょっと恥ずかしいので、スカーフを少しこう広げながらゴムをちょっと隠していきます。でもここの部分広げすぎるとバランスがおかしくなっちゃうので、真ん中に広げたら少しこう横の部分は狭めてあげる。で、髪の毛とスカーフがまあ大体1対1で出てるぐらいの方がバランスが綺麗かなと思います。真夏に使えるスカーフアレンジ でなおかつちょっとこう首に当たらないので、髪の毛がだいぶちょっと涼しく感じられるかなと思います。カジュアルでできるスカーフアレンジになってますので、皆さんぜひチャレンジしてみてください。この動画良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。